やばすぎる仮面ブックメーカー東証化粧セミナーお疲れ様です。だいぶ疲れました。セミナー終わってですね、懇親会やって、その後二次会みたいな撮影もちょっとしたんですけど、ハイボール4杯いきました。なかなかファンキーなアルコール摂取量でした。なんとかいいセミナーができたんじゃないかなと。あざっす。そして3級ベッド結果報告です。本日も4ベッド1580円のプラスでしたということで、プラス内容が、283円、488円、390円、423円、1584円ということで、4戦4勝、いつも通り。今日は触れる動物園行ってまいりました。なかなか楽しかったです。触れる動物園。こいつ何ですかね。こいつなかなか、毛むくじゃらのファンキーですね。そして、カメさん、人参もう飽きちゃったのかな。これ人参飽きてる感じですね。俺、人参いらねえよ、みたいな。俺は人参で釣れねえぞ、みたいなね。なんだこいつ。俺に触るな。俺に触るな。みたいな感じですね。どうもー どうもーって感じですよ、これ。どうもー、どうもー、どうもーって感じだな。何？それがどうしたの？どうもー、何？それがどうしたの？おい、人参より違えのよこせ。触るな、触るな。どうもー、何？それがどうしたの？ということで、4月、セミナー、東京セミナー終わったんですけれども、4月15日はですね、鷲津記念誕生日セミナー in 48億が福岡の博多で開催されます。このほぼ勝ち続けているブックメーカーの秘密がですね、福岡博多で、公開されますので、ぜひブックメーカー本気でやりたいという場合は、ぜひお越しいただければなと思います。ではですね、本日の放送これで、放送じゃないわ、検証動画これで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。